百年時は、鳥取県ゆり浜町内にある二十世紀梨の老木。鳥取県の名産である二十世紀梨は、地元の特農家、北脇英治により、1904年に初めて、鳥取県に導入された。この時の苗木10本のうち、根付いた木から枝が採取され、1906年に、ゆり浜町久しみに、在住の農家、サラタ安スザイが、三笹町出身の農業技師、 高田豊四郎からこの枝を譲り受けた。安左衛門が自らの果樹園にあった和瀬の赤梨に継ぎ木したところ、見事な梨の木に成長した。その後もサラタケにより栽培が続けられたが、近年は梨農家で組織する百年会などが主体となって栽培管理を実施している。導入から百十年が経過した今も多くの実をつけるが、近年は樹勢なども考慮し、 第二の寄せぎを行ったり、結果する数の調整などを行っている。幹回り約2メートル、東山約14メートル、南北約16メートルに広がる巨木である。毎年、百合浜町立統合小学校の児童が授業の一環として、後輩や袋掛けなどの作業を実施している。また、百合浜町が定めている、梨の日には、百年樹の前で豊作を祈願し、 記念式典が行われている。ゆり浜町立統合中学校の裏にある果樹園に入っており、町が作成した説明板が横に設置されているが、2019年現在も、さらたけの所有する果樹園であり、またいのししなどの重害を防ぐため、金網で周囲が囲われていて、関係者以外は中に入ることができない。なお100年樹への道筋を示す案内看板が、 周辺には全く設置されていないため、事前に観光パンフレット等で位置を確認してから向かうのが賢明である。ゆり浜町内に100年樹よりもさらに古いと言われる木が存在しているが、これも個人の果樹園内にあり、非公開である。ありがとうございます。